2011年3月14日に正式版を公開したインターネットエクスプローラーファミリーのウェブブラウザーである IE7 や IE8 に含まれた検索ボックスとアドレスバーの統合や以前から存在したステータスバーの標準非表示などインターネットエクスプローラーのユーザーインターフェースの整理が行われたその結果以前よりもウェブサイトを広く表示することが可能となった 新しいタブを開くと、頻繁に利用するサイトの候補が、利用頻度とともにページ中に表示されるようになった。インターネットエクスプローラー9からは、ダウンロードの履歴、ダウンロードの進捗状況を表す、ダウンロードマネージャーやタブ独立機能が提供される。Windows 7には、タスクバーへの、ピン止め機能が提供される。 通知バーの仕組みが見直され、ブラウザフレーム上部に表示された通知バーが、ブラウザフレーム下部にまとめて表示されるようになった。この通知バーは以前と同じようにポップアップ防止の通知、アクチベックスの動作等のメッセージに加えて、ファイルのダウンロードの情報も扱うようになった。インターネットエクスプローラーの起動や動作に影響を与えるアドオンの問題を解決する、 アドオンパフォーマンスアドバイザーが実装された。インストールもより簡単になり、ダウンロード後にすぐインストールが開始される。インストール画面もシンプルになり、クラシカルになった。正式版よりインストールが開始される際、開いているプログラムを閉じるのか無視するのかというダイアログが出てくるが、 プログラムを閉じるに設定した場合、エクスプローラーなど、すべてのプログラムが閉じ、インストール後に、再び起動する。そのため、インストール後の手動での再起動が不要になった。IE8 までナビゲーション音を出すことができていたが、IE9 ではデフォルトで、音が出ないように設定されている。インターネットエクスプローラー9は IE8 で、 進められたウェブ標準の準拠する流れを継承する。HTML インターネットエクスプローラー Q は韓国候補の仕様を中心に HTML5 実装する。HTML5 作業草案で説明されている HTML 解析の説明により近づいたものとなった。HTML5 関連仕様としてウェブブラウザーとしては 初めて W3C ナビタイミングを実装した。インターネットエクスプローラー9で対応した HTML 仕様及び関連仕様に対応した。ドキュメントオブジェクトモデルのさらなる対応も行われた。CSS-CSS CSS は韓国候補となった CSS3 の各モジュールの仕様に優先的に対応する。インターネットエクスプローラー9では 以下の CSS3 モジュールズに対応した CSS2 の実装も他のウェブブラウザーより高い互換率を達成している。インターネットエクスプローラー9ベータにおける CSS2.1 の互換率は2010年10月1日版の W3C 公開のテストスイートを用いてテストした際の互換性達成率は97.7%である。 スクリプティングスクリプティングは以前より高速な処理をする新しい JavaScript エンジンである Chakra が含まれ新しく e c m s クリプト 5th Edition に対応したタイポグラフィインターネットエクスプローラー級では以前から対応していた Embedded Open Type に加えて Web Open Font フォーマットに対応した Windows カラーシステムによる ICC カラープロファイルに対応した カラーマネージメントが行われる。画像フォーマットは、カラーマネージメント機能も利用する、Windows イメージングコンポーネントによって、既存のメジャーなフォーマット TIFF と、新しい国際標準フォーマット JPEG-XR に、対応する。Direct2D と d i r e c t l i t XPS API を使用することによる、CPU ではなく GPU を用いた。 高品質かつ高速なレンダリングを実現した。HTML5 メディアはメディアファンデーションによってメディア再生の GPU アクセラレーションに対応する。IE8 で搭載されたスマートスクリーンフィルターのマルウェアの検出とダウンロード防止を強化した。米国連邦取引委員会が提言しているウェブサイトや広告主によるブラウジングデータの収集を防止する。 追跡防止機能が標準で対応した。ユーザーエージェント IE8 までのインターネットエクスプローラーとは異なり簡素なものになった。ブラウザーモードが IE9 の場合、ネットフレームワークの追加やそれ以外の外部コンポーネントが追加されることによるユーザーエージェントの変更もなくなる。インターネットエクスプローラー Q では、 インターネットエクスプローラー以外のウェーブブラウザーとの相互運用性が向上したことを示すため文字ラ4.0から文字ラ5.0に変更された。Google 検索バーでの窓の開き方 I8 までは Google 検索バーで検索した結果を新たなタブで開くようにする設定が可能であったが常に新しいウィンドウでのみ開くようになった。 トランジション機能の廃止 IE4 よりトランジション機能が実装されておりメタタグで効果の種類、継続時間などを指定することができたが IE8 をもって廃止となった CSS3JavaScript などで代用可能プロフェッショナルデベロッパーコンファレンス2009でスティーブン・シノフスキーによってインターネットエクスプローラー9について初めて言及され 開発中のものが披露された。その発表では進行中の標準、パフォーマンスの改善、エコシステムの刷新について発表された。インターネットエクスプローラー9は数週間おきにプラットフォームプレビューという形で開発中のバージョンが開発者向けに公開された。プラットフォームプレビューでは JavaScript の処理速度の向上や Web 標準へのさらなる準拠が行われた。 また、PDC09 では明言されなかったスケーラブルベクターグラフィックスや Web オープンフォントフォーマットといった仕様への対応も後のプラットフォームプレビューの公開と合わせて発表された。2010年9月にベータ版が公開された。その中で初めて新しいユーザーインターフェースが採用された。新しいユーザーインターフェースは i.e. の機能の主要なもの以外は取り除かれた、ウェブサイトの表示が中心となるデザインが用いられた。ダウンロードマネージャーも追加された。2011年2月に製品候補版が公開された。製品候補版では、ベータ版で採用された、ユーザーインターフェースの使いやすさなどの改善が行われた。インターネットエクスプローラー級ベータ公開の少し。 前の2010年9月7日に韓国候補となった W3C ジオロケーション API や追跡防止機能に対応した。2011年3月14日に日本語版を除く39こと後の正式版が公開された。日本語版のみ3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響で公開されなかった。 日本マイクロソフトは4月6日に日本語版の公開日を発表し、発表通り4月26日午前0時に日本語版が公開された。一部の環境では Adobe Flash Player ーーとの間で不具合があり、Adobe 側が不具合を修正する当時の最新版を配布した。ありがとうございます。